皆さんこんにちは。森田絹子のシルクチャンネルです。スタジオ担当女性アナウンサーの独断と偏見でおすすめのものをピックアップしていくというコーナーです。今日の企画はこちらです。ちょっと変わったご当地お好み焼き食べてみた。かわいいですね。ちょっと変わったってのが気になりますけど。ですよね、はい、今回紹介していくお好み焼きというのがこちらなんです、うん、静岡県の遠州焼きというご当地お好み焼きなんですが、遠州焼き中に入っているものが面白い、はい、こちらです。何？たくあんをお好み焼きにそのまま丸ごと1本入れる。丸ごと1本入ってるわけではありません、はい、ではどうやって作っていくのか説明していこうと思いますが、はい、まず今回こちらを使って手軽に作っていこうと思うんです。はカップで作るお好み焼きセットといいまして、こんな風にねカップ麺のようなっていうのが売ってるんですか。はい、そうなんです。入ってまして、中にはミックス粉とこういった天かすなどトッピングが入っています。ベーシックなものが。そうです。で、これに卵とキャベツをあとは用意するだけで、このカップを使うだけでできる。ボウルも必要ないんです。いいですね。ではどれだけ便利か作ってみましょうか。私うちさんにやってもらいます。お、行きましょう。では、はい、まずこのカップにお好み焼き粉を出して入れてください。はい、切り口を切りまして入れます。はい、こんな感じかな。はい、で、はい、そうしたら、はい、次水を入れるんですが、ここがポイント、はい、袋、粉が入っていた袋がそのまんま計量カップの代わりになるんです。え、この袋はうちさん、メモリついてるの分かりますか。メモリ、あ、ここですか。そこに水を入れることで、はい、計量カップを使わずに計量できるんです。そうなんですか。うわ、そっか、はい、いろんなものを使わなくて済むってことですね、うん、まあ、ちょっと今日はね、水道が近くにないのでボウルに入れてしまってますが、怖い怖い、家庭でやる場合は水道からジャーッと入れるだけで怖い怖い計量することができます。怖い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 、慎重に、ちょっと一人で入れるの、水道だとね、両手使えるので。これぐらいかな。メモリまで入れてもらって、これぐらいかな、見づらいけど、うん、これぐらいですね、はい、では入れてください。はい、入れます。じゃあ、あとはスプーンで粉と水が馴染むように混ぜていきます。はい、混ぜます。今日はね、時間がないのでざっくりでいきますが、しっかり混ぜて、はい、いや、時間がないならやらせないで出来上がった。思いがやっぱり強かったので、はい、そっちを優先しました、はい、そしたらですね、はい、そこに卵とキャベツと揚げ玉を入れます。もう入れていいんですか。もう本当だったらもうちょっと混ぜた方がいいんですが、今日はちょっと急ぎで。じゃあやらせないで、はい、そしてキャベツ、卵、はい、卵入れます。そして付属の揚げ玉を入れます。揚げ玉、これも開けるんだ。はい、はい、開けますね。バッて広がりそう、怖い。はい、揚げ玉が美味しいんですよね。カリカリしてじわっとしててたまりませんよね。じゃあ混ぜていきましょうか。混ぜていきますか。はい、そして、はい、今日作っているのが静岡県の遠州焼きということで、はい、ここでたくあんを入れていきます。これですね、はい、それで刻んであります。はい、大体これを入れます。6スライス、7スライスぐらいかな。はい、入れました、はい、そして混ぜていく。混ぜる。あとはフライパンで10分ほど焼いたら、でもたくあん入れたら美味しそう。うん、ベーシックな中にあってもいいですね、普段から。簡単ですよね、ぐっちーさん、このボウルで。簡単ですね。はい、では時間がありませんので、あらかじめ作ったものを用意しました。最初からそれでいいじゃないですか。こちらにあります。何のために、はい、食べてみてください。もう用意されてました。苦労してね、混ぜたお好み焼き、どうなのか。カメラさん撮れる、はい、うん、撮れない、はい、これこんな感じで、よいしょ。だいたいね、このカップで2枚分、すごい美味しそう。できます。これは誰が作ったの。これはうちのスタッフが丁寧に丁寧に愛情を込めて作りました。うまいね。これたくあんが入っているんですよ。たくあんが。いただきます。はい、どうでしょう。またちょうどいい温度で、あ、たくあん1個、はい、当たりました。どうですか。サクサク、サクサク。このたくあんの塩気がとってもよく合う。はいはい、これは定番でもいいぐらいだと思います。紅生姜の代わりにちょっとアクセントに なりますよね。なるほど、プラス紅生姜でも私いいぐらいです。うんうん、甘みも美味しいと思います、はい、
ということで今回作ったこのカップで作るお好み焼きセットを使うと洗い物も少なくて、あと後片付けも便利ですので、皆さんこうお好みのものをね入れて混ぜて作ってもらえればと思います。混ぜてみてどうでしたか？もう喋られないということで私が終わりますけれども、本当にね簡単に作ることができますし、簡単でした。あのこうたくあんもぜひ皆さん、はい、おうち時間で試してみていただきたいと思います。本当におすすめです、うん、これは最高でした、うん、美味しかったですね、はい、シルクチャンネルでした。